優しいビジネススクール、ズーム会員、実質的な価格値下げのお知らせです。経営学をそろそろ勉強したいな、経営学を勉強した先に新しい未来を展望したいな、そういうふうに思われている方、ぜひ中川と一緒に経営学の世界に足を踏み入れてみませんか。 優しいビジネススクールは東京大学だとか、早稲田大学ですとか、あるいは実務における第一人者の方々に集まっていただきましての、毎週のライブ講義、各科目8本、そしてすでに30科目以上からなります、およそ MBA の科目をほぼほぼ網羅しております、オンデマンドの科目群、さらにはサークル活動や私とのワンオンワンなどまでついて、 非常に手厚く皆さんの学びたいの気持ちに応えるようなスクールになっています。 で、こちらの優しいビジネススクールなんですけれども、有料会員には2種類がありまして、ズーム会員と YouTube 会員という2つがあったわけなんですけれども、これまでズーム会員は月額3,850円、YouTube 会員が月額3,590円と、そういう値段になっていたんですね。で、これにつきましては、現在の会員の方からも、中川先生、なんでこれ違うんですかという問い合わせを結構いただいておりまして、率直なところ、それの回答としては、 の違い上どうしても値段設定がこうなってしまうんだというふうにお伝えしていたんですがここの部分の課題を無事解決することができまして Zoom 会員 YouTube 会員それぞれのお値段を揃えることができるようになりましたつきましては新しい価格はこちら4月の8日から新プランといたしまして Zoom 会員を月額3590円で提供するという形にしようと思います ま、月額料金で言いますと、せいぜいですね、300円ぐらいの値下げでしかないわけなんですけれども、これがですね、1年分に積み上がってきますと、およそ3000円分ぐらいになってくるわけですから、 実質一月分ぐらいは安くなっているというふうに考えていただきましたならば、ぜひこの機会に、ズーム会員というのもなかなか良さそうだなということで検討してみていただけたらと思っております。ちなみに、ズーム会員と YouTube 会員は基本的なサービスの内容は同じなんですけれども、ライブ講義をズームで受けるのか、YouTube で受けるのか、ここの部分が違っています。 ズーム会員はズームの中でライブ講義を受けることになりますから他の会員さんと一緒にちょっと顔が見えるような関係でインタラクティブに講義を受けていただくことができます一方 YouTube 会員さんは YouTube で配信されているものを見ますのでもうちょっとカジュアルに参加できるこれが逆に魅力でもあるかもしれません皆さんに合う方を選んでみてもらえばと思います皆さんどっちでしょうかちなみに 優しいビジネススクールには1年プランもあるんですね。1年プランは、まあシステム上、ズームでしか提供できませんので、ズーム会員という形にしておりますけれども、こちらが年額38,500円となっておりまして、改定後の価格と比べた上でも、およそ1.4ヶ月分ほどお安くなっているという形になりますから、率直なところこの年間契約が一番安いです。 自分自身への約束、自分自身への投資という意味で、一年ぐらいしっかり頑張ってみよう。そんな風に考えられている方は、ぜひこの年間契約の方を選択していただければと思っております。そう、皆さんそろそろ学びを始める頃ではありませんか 率直なところ、ここから先のやさびのラインナップもまた、これまでのアーカイブもめちゃくちゃ充実しています。3月ブランドマーケティングではアルマーニア、ブルガリなどでマーケティングダイレクターを務められてこられました、鳥羽先生の講義、こちらはアーカイブに入っておりますので、ぜひチェックいただければですし、4月からは同志社大学、大田はじめ先生、5月は九州大学、高田めぐみ先生をお招きしまして、それぞれまさにこの分野を代表する方、大田はじめ先生には 議論をを高田先生にはマネジジメントオブテクノロジーをご提供いただきますえこの先もさらにデジタルマーケティングですとか明治期の起業家に迫る日本経営史ですとか非常に魅力的な科目がこの後の目白押しですのでぜひそうそろそろ皆さんの人生にコンスタントな学びがあるそんな形に生活を切り替えてもいいのではないでしょうか 優しいビジネススクールとしてこの皆さんの楽しい学びのライフを提供していくことができたとても嬉しく思います。ぜひ中川と一緒に経営学を学んでいっていただければと願っております。